い、皆さんこんにちは、ワンダルゲルチです。今回はコンパチヒーローシリーズガイア星版の続きをプレイしていきたいと思います。前回はチリ脈を破壊されるのを阻止するという作戦を行いました。その後アムロがルナ2に向けて、離脱してしまったところになります。今回はニューオーリンズの市長が命を狙われている、処刑される、まあ、そういうニュースが入ってきましたので、その救出作戦に向かいたいと思います。では早速ニューオーリンズに向かいましょう。ウルトラの父がいます。予想外のピンチを聞いて私も応援に来たんだ。これを君たちにあげよう。ウルトラコンバーターだ。ウルトラ戦士のパワーを回復させるもの。あ、これは嬉しいですね。ニューオーリンズまでやってきました。日本の家督隊基地からロスまでしかビートルで来れなかったので、西海岸のロスからですね、まあ、ほぼ東海岸と言っていいニューオーリンズまで徒歩でやってきましたね。ではまずは徘徊していきまーす。ん、残像だ。さてお集まりの皆さん、ただいまから素敵なショーをお見せしよう。処刑だ。ヒーロー戦士がこの場にいることも考えて名乗り出るチャンスを与えよう。もっとも名乗り出たからといってどうなるものでもないのだから。さあ聞いているなら名乗り出てみろ、厄介者のヒーローたちよ。市長を救いに出ていきますか。いや、それは出ていきましょう。あ、戦闘になる。さて、まずは全力で行こうかな。最初に、まあ、雑魚敵であるショッカーの戦闘員を倒しちゃいましょう。で、ウルトラマン以下は殺技をお見舞いしていきます。残状の攻撃52か、そこそこだな。長期戦になるとレオとウルトラマンが例のごとくピコンピコンってなってしまうので、まあ、そうなる前に決着をつけましょう。なんとか倒しましたね。実は何回か死にました。いや、残像は強かったな。群衆たち、余計なことはするな。これでまた誰かが殺されるんだぞ。俺たちの命を何だと思ってるんだ。お前らこそ死んじまえ。いや、これ生き残ったニューオーリンズの市長たちも、この後行きづらいですね。で、特にイベントはない状態ですね。一旦じゃあロサンゼルスの基地に戻りましょう。ロス基地に戻ってきました。なぜ世界の首都は降伏したんだろう。捕らわれたヒーローはどうやらロンドンに連れて行かれたらしい。我々に協力してくれる市民が知らせてくれた。じゃあ今度はロンドンに行くんだろうな。もう聞いているとは思うが、捕虜となったヒーローたちがロンドンにいる。君たちに彼らを救出してもらいたい。だがこれがバレた時は、どちらにしても長間を見る放浪しにすることはできないのだ。早速ヨーロッパに飛んでくれということで、じゃあ今度は、ロンドンに向かいましょう。あ、いてたいんだ。いや、いいところで会えた。こいつは新兵器だ。見てくれ、この 3D イリュージョンを。これは本物そっくりの幻を作り出すメカさ。うまく使えば当分奴らを騙すことだってできる。テストしてみよう。ちょいちょいっと。あ、井出隊員がもう一人だ。じゃあこれをもらっていきましょう。なんかで使うんでしょうね。では、ロンドンに向かいます。ロンドンの家督隊基地ですね。では基地をまず軽く探索しておきましょう。で、ヒーローたちの救出作戦なので、まあ、敵のね、基地へと向かう必要がありそうですね。なんか、あの奥さんがいるな。体は大切に。そうですね。僕も40になり、決して若くはない年齢になりましたからね。
では町へと繰り出しましょうか。その前に長吉司令に会って一通り話を聞いて町に行きましょう。ゾフィーを見かけたという情報が入っています。じゃあどっかにゾフィーがいるのかもしれない。では町に繰り出します。セーラの家、ちょっとこれセイラさんの家だったらぜひとも行きたいな。セイラさんの家と言いつつセイラさんいないな。あ、いた。これはセイラさんだ。あら、ヒーローの方ね。私に協力してくれって言うのね。私の知っていることはわずかです。ヒーローたちはロンドンから南にあるカリカリに移された。なるほど、ロンドンを攻撃しても無駄。じゃあカリカリに向かいましょう。ちょっとアイテムを補給したいので、もう少しロンドンを探索して、行きます。で、カリカリにやってきました。早速街に入りましょう。収容所。収容所しかないんだな、カリカリは。では、この中探索していきましょう。もうなんかエンカウントがありそうですね。いた。助けましょう。ありがとう。危うく。殺されるとこだったぜ。君たちが来てくれると信じてたが、仲間を見せない。それでこそヒーローだ。ひとまず俺は戻って敵の情報を調べることにする。ありがとう。私がいない間に少年ライダーたちは何かしていたようだ。彼らのことが心配だ。私は言うか、悪く思わんでくれ。アストラ、君たちここのボスを倒そうとしてるならやめた方がいい。同盟が動いてるなんて敵に知られたらまた人々は苦しめられる。ここはアールキラーと呼ばれる男が捕まっているようだ。彼のことも探索。ちょっとじゃあもう少しのアールキラーとやらを探索しますか。あ、これがアールキラーですね。う、頭が割れそうだ。お前たちは、ウルトラ、ライダーの仲間は。あ、頭が、消えていってしまいました。これは助けたうちに入ってるのかな。まあ、とりあえず任務は完了したので脱出します。アマゾン、奴は一体俺たちを知っているみたいだ。ヒーローたちに連絡。光デスの分析は終わった。任務を速やかに終わらせ、基地に戻るように。オーバー。あ、自動で戻ってきましたね。それでは光デスを分析した結果、ある恐るべき事実が分かりました。我々が戦っているジオン、ショッカー、宇宙神は実は強力な同盟を結び、その力を一つにして地球を支配しようとしていたのです。この光ディスクにはその悪の同盟についていろいろなデータが入っているというわけです。なんだって。な。あまりも強大なく、そういうことだったのか。あ、これで第3話かな。完了しそうですね。同盟は孤立したまま戦わなければならないのだろうか。続く。というわけで、じゃあ今回はね、キリガリの動画をここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。